リブロンチャンネル。おはようございます。リブロンチャンネルをご覧の皆さん、パチンコ必勝本クライマックスライターの鈴鹿です。本日はですね、毎月第1日曜日にこちらリブロンさんで収録しております。リブロンチャンネルの収録でお邪魔させていただいております。ですね、今日は、朝もう台押さえてます。で、なんか噂によると、今までのそのライターさんの映像とか見てても角台が狙い目だということで、ちょっと角台に座れたらいいなと思ってたんですけれども、もうね、私が入場した時には角台が埋まってる状態でして、で、その中でも、まあ、内角にちょっと座ってみました。まあ、それがどうなるかわかんないんですけど、で、機種は本当は絆を打ちたかったんですけど、絆の方がいっぱいだったので、ハーレスの方台取りました。いやね、私引き弱なんで、ハーレスなんか座っちゃって大丈夫だろうかっていうのはすごく不安なんですけど、今斜め前にセブンイレブンがあるんですけど、そこでちゃんとお金も下ろしてきたので、今日はなんとか下ろしてきたお金、一応ね3万あるんで、3万円でなんとか当たりを引いて、で、勝って帰りたいと思っております。それでは実践スタートです。はい、というわけでハーデスから打ち始めたいと思います。さあ、早い段階で当たってほしいなと思いながら打ち始めるわけですけど、まあ見せ場というか、そういうところを作って、で、頑張ってプラス収支を目指したいと思います。お、2連続
ことで、まあまあ犬はあれが普通だよな。149枚、まあ純増通り約あ、でもね、あの最初にしては、最初にしては私にしてはいい方じゃないかなと思います。17ゲーム、でなかなか勢いがいい今日。さあ誰、あー犬、本日3回目の犬です。まあ普通の犬でしたね、できた犬ではなかった。はい、60ゲーム特に上乗せなしで、まあ、前回と合わさっているので280ゲーム848枚戻ってしまった。お、もうちょっと気合い入れて叩けばよかった。今キナナ3連してた。うお、キナナ4連。あー、キナナ4連でしたね。82ゲームキナナ4連からほい。あー犬、まあ分かってたけど80ここで超えて、あー超えず80ゲームよいしょ。
生き延びたって感じです。はい、440枚。幸先が良すぎて、こんなに私早く当たったりとか、パチンコの方でもですけど、スロットの方でも普段打ってて、こんなに早く持ち玉とかができることってないので、ちょっと自分の中で戸惑ってるんですけど、もうちょっとこれで収録終わってもいいんじゃないかなって思ってるぐらい。どうしたんだろう今日私。もう待って、最低。あ、50ゲームだった。はい、さっきからの続き、190ゲームで576枚。ですけど、超える超えない、70ゲーム、最低ではなかったから、50ゲームじゃなかったらなかったからいいでしょう、ポジティブに。よいしょ、終わってしまった、290ゲーム843枚。
ができなくなっちゃうので、まあ時間も限られてますし、移動しようかなと思って移動しました。はあ、やっと当たりました。974ゲーム。いや修行長かった。ですかね、この最初の方とのテンションの差。いやーため息しか出ないでしょう。さあ実践終了しました。お疲れ様です。今日ですね、私は朝ハーデスを打ちまして、投資1000円で当たって、であれ何枚ぐらい出てましたかね、多分1000枚ちょっとぐらいはあったと思うんですけど、結構うまく続いてくれて、で1回のそのジジの伸びはそんなになかったんですけど、まあポコ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 当たり引けて、で、まあ、1000枚ちょっとうまくいったなと思ってたんですけども、まあそこからズル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 ハマりまして、これ以上行かれたらやばいということで大移動したにもかかわらず、天井まで持って行かれまして、朝今日の私はすごいぞと自分で思ったんですけど、気づいたらいつもの自分に戻ってました。はい、ということで結果の方がですね、投資が550枚で回収が31枚だったのでマイナス519枚とね、ちょっと最初の勢いを考えたら結構ショックだったんですけど、まあでも私がやめたハーデス、お客さんが座りまして、そのお客さんがハーデス揃いを引いて、それで700乗せてたので私の引きをプレゼントしたということで、そしたらね綺麗に収まるかなというふうに思います。まあもしまたねこれから先リベンジさせていただくことがあれば、ぜひともリベンジしたいなと思います。まあただやっぱりね角結構出てましたね、ハーデスとか凱旋とか角の人結構早めに、まあ、箱使ってましたし、まあそういう印象はありました。はい、というわけで、またおそらく来月もまた私とは別のライターさんが実践すると思います。毎月第1日曜日ですかねに実践すると思いますので、そちらの方も皆さん楽しみにしていただければと思います。それでは今回はこれで終了です。さよなら。